どうもこんにちは、ホーと申します。今回もグランドセフトオート5パトロール動画やっていきたいと思います。今回はですね、左にいるこちらの研修生の方と一緒にパトロールしていきたいなと思います。ということで私の方がね、先輩ですのでしっかりと指導してやっていきたいなと思います。それではちょっとこちらの方ですね、一緒にやっていきましょう。そして今回ですね、車両は新型の車両を導入しました。こちらまだね、納車して数時間しか経ってないので本当に新車ですね。まだ全然使えてない新車なんですが、こちらの方がね、廃車にならないようにしっかりとね、運転してもらいましょうか。そうなんですよ、今回はですね、新人の方にね、運転してもらいます。私はね、こちらの方に乗っときますから新人の方ちょっと運転してね、今回は。じゃあ僕がね、ここ乗っとくからね。さあ、ということで、内装はね、こんな感じになってますね。 OK、ではちょっとやっていきましょうかこれ僕が運転してるんじゃないですよ、横に乗ってる新人さんがね、運転してます。さあ、ではちょっとパトロール行きましょう。まだちょっと免許取り立てみたいなのでね、そこら辺もちょっと気をつけてやっていきたいですね。私はね、ちょっと自動車学校の先生並みにしっかりとね、見ていきたいと思います危ないよ、大丈夫？まあなかなか結構安全運転してますね、いいですね、その調子だその調子だ、頑張ってくれ。さあ、ちょっとうわお、マジかよ、やっちまった、いきなりぶつかったな、それ。マジかよ、お前何してんのよやってしもうたな、それ。ちょっとしっかり運転しないとちゃんとブレーキかけてね。ちょっと何してるの、どうしたお酒飲んできたのか、これ。もうちょっと安全運転してよ、それいやー、もうちょっと危ねえな、本当にこの人すごい運転なんですけどね。さあ、ということで今回ですね、こんな感じの車両ですね。いやー、かっこいいよね、これ。すげえかっこいい。あ、なんかありましたね、行きましょうか、これ。お金を支払ってないようですね。客の方がちょっとお金を支払いたくないということで問題を起こしてるみたいですね。お、ちゃんと止まったね一時停止ちゃんとしたね。 OKOK、 じゃあちょっとやっていきましょうか。これ早めに行ってあげたいですね。さあ、ちょっとライトをつけておきます。さあ、これちゃんと向かってくれるんかな、それが心配なんですけど、どうなるんでしょうかうん、どうなるんだろうね、これ。何してるんだろうさあ、ということで、どうしたんだこの人、早く行きなさい、前の車、ま、前の車何してる、そこで。ちょっと危ないでしょ、そこで止まったらちょ、味方さんも何してんの、これ。 OKOKOK、あれ、どこに行くのどこ行ってるの。ちょっと味方の人なんか全然違う場所に行ってそうな感じなので。あ、結構遠いな、これ。遊園地の方でなんかやってたみたいですね。行きましょうか。ちょっと待って待って、なんか速くないか、速度ちょっともうちょっとゆっくり行ってね、安全運転でお願いします。さあ、ということでね、今回ですね、ちょっと怖いな、これもうちょっと安全に運転してくれ、頼む、ぶつかりそうだ、これさあ、ということで今回ですね、視野角を変更しました。視野角を変更するモッドを使って、広くしておきましたね。なので、一人称視点でもこんな感じで非常に見やすくなりましたね。なので皆さんの方でもね、まあ一人称視点で遊んでいても酔わないかなと思いますので、まあこれもね、ちょっと使っていきたいなと思います。おお、ちゃんと鳴らしたね
おお、すごいすごいすごい。いいですね。でもちょっとスピード出しすぎじゃない？これ危ないよ。これ今のニアミスだし。ちょっともう逆走しそうになってるよこれ。 OK OK、 そんなぐらいのスピードで行こう。もうちょっと怖いわ僕。横に乗ってるとこんなに怖いんだねこれ。あ、どうした？なんかゆっくりになったな。危ない危ない、ぶつかるぞお前。大丈夫か？ライトが消えちゃいましたね。じゃあもうライトつけて。さあ、ということで。まあこの運転はうまいのか下手なのかちょっとわからないんですが、まあ予想よりはうまかったですね。でももうちょっと練習が必要ですねこれは。仮面レベルの運転技術ですね。行きましたね。大丈夫だね。うん、意外といい感じだね。いいよいいよ、その調子その調子。これぐらいのスピードならね、安心して乗ってられますからね。さあ、一番問題の交差点なんですけど、なんか中途半端なところで止まってますね。どうしたどうした、どこに行くつもりだこれ。そっちじゃないぞそれ。 OK OK、 そんな。She's the victim's roommate. Hot as hell. I told her I may need to question her again. Hey, you're preaching to the converted here. なんか雑談し始めましたね。こんなことあるんだね。初めてじゃないこれ、雑談したの。さあ、ちょっとやばいやばいやばい、近いよねこれ、おかしいよね。なんでこんな中途半端なところに止まってるんだこれ。さあ、ちょっと行きましょう。どうしたどうした、味方行こう。ちょっと危ない危ない、味方危ない危ない。ちょっと厄介だなこれ。ちょっとなんかおかしいですね。いやーこれちょっともう厄介だな本当に。OKOKOK。 味方が違う場所に行ってるけどね。なぜ曲がらなかったんだこれ、すげえ謎なんですけど。OK、 ようやくなんか動き出してくれましたね。ちょっとよくわからないわこれ。ちゃんと僕の指示に従って運転してねこれ。もうどうしたどうしたどうした、いきなりなんか。あー、そっち側に行ってくれるんだ、危ないよこれ。どんな運転してんのこれ。なぜそうなる、なぜそうなる、危ねえ。ちょっと待て待て待て。なぜそうなる、ちょっと待って待って待て、ちょっと危ない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 、もういいもういい、降りなさい君は。ちょっと降りて降りて降りて、ちょっと危ない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 、やっちまった、ちょっと危ねえよこれ。なんだこれこの野郎。ちゃちゃちゃ、うまいことかわすなこれ、うまいことかわすな、腹立つなこれ。オッケーオッケー、行きましょう。まったく話にならんなこれ。さあ、ちょっとやっていきたいと思います。味方に運転任せたのがダメでしたね。ちょっと行きましょう、まあ、早めに行かないとまずいからね。さあ、ということで大丈夫かね。おーし、いいぞ、着いたね。遊園地だね、オッケーオッケー。これ、どこまで車入れたんだっけ？いや、だいぶ遅れちゃったね、これ。申し訳なかったですね。ちょっと味方に運転任せたのがダメだったな。あ、行けそうだね、これ。ちょっと行きましょう。本当はダメなんですけど。で、運転もねこんな感じで視野角が上がるとね非常に運転しやすいと。なのでこれ多分ね FPS 視点で遊ぶにはモッドがもう必須ですね。さあ、ということでめっちゃみんな水着着てるけどね。じゃあぶつからずに行きたいと思います。
さあということで、ここら辺にお店あったんだね。ちょっと待ってちょっと待ってくださいね。目の中に汗が入ってめっちゃ痛い。さあ行きましょうか。ですね、ここら辺か。大丈夫か、あそこでなんかまだ揉めてましたね。いやー、ということで到着しました。急ぎましょう。どうした、これ、ホームレスの人か。これホームレスの人が、食品の中に髪の毛が入ってたって言ってますね。なので支払いたくないということですね。証拠はありますか。これを見てください。あー、髪の毛が入ってませんね。これ写真を撮ってたみたいなんですけど、髪の毛は入ってないということですね。ということで、これは支払ってもらいましょうかね。一応念のためにスタンガンの準備はできるようにしておきましょう。さあこれで君払いなさい。これ証拠もなかった。大丈夫か、逃げたな。待ちなさい地面に伏せろ。脱線こけ方したな今の危ないですからね、皆さん気をつけてください。前歯折れますからね、あんなのさあということで、 OKOK、 危なかったね。さあということで、危ないもの持ってない、大丈夫か。さあということで、特に何も持ってませんでしたね。さあということで、車内に入れておきましょう。さあこれ絶対ホームレスだからね食い逃げしようとしてたんだね。どうしたどうしたどうした、なんか、あ、オッケーオッケーオッケー。さあちょっとあと味方呼んでおきましょうか。よし、これで OK ですね。さあということで、これタイヤもなかなかいいよね結構タイヤが気に入ってますね、私は。さあということで、今回もですね、リアル時間に合わせてプレイをしてます。なので、実際に僕が遊んでる時間をゲーム時間と反映して遊んでますね連動して遊んでるので、ですね、なんかあったね。どうしたどうした、なんかダイヤモンドが盗まれたって書いてあるんですけど、これなんだ、これこれか、盗んだやつは。あー、なるほど、トラックで盗まれたようですね。なるほど、了解了解。なんかダイヤモンドを積んだトラックを盗まれたのかな、よくわからないんですが、止めて調べろということですね、中身を。じゃあちょっと早速行きたいと思います。2台いますからね。これ2台もあったら大変だぞ、これ。さあ行きましょう。これ結構大変ですからね。オッケーオッケー、あと直線上だね。これ1台はすぐに確保できそうですね。うわ、なんか誰か撃ってきた、誰か撃ってきた、まずいまずいまずい、誰か撃たれ、やばいやばいやばい、テロが起きたテロが起きた、やばい、降りろ降りろ降りろ、殺せ殺せ、誰だ誰だ、殺せ殺せ、なんだなんだなんだ、ちょ味方乗れ乗れ乗れ、ちょ味方乗って乗ってなんか撃たれましたね僕。すごい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 、あの赤色のやつだろ、あの野郎こっちに向かって撃ってきたな。これただでは済まんぞこれ
オッケー。黒人野郎でしたね。ダラスのようには行かねえからな、ここはロスサントスだから。オッケー、ちょっと回収しとこう拳銃。なんか死んだのかなこれ。まあちょっと救急車呼んどきましょうか。いやーもうちょっと危ないなあれ。オッケー。いやー危ない危ない危ない。オッケー、味方乗ってくれたね。いや大丈夫君も。大丈夫か、まだ退職しないでね。ちょっと待ってね、ちょっとダイヤモンド事件が解決するまではちょっと退職しないようにお願いします。どこだどこだダイヤモンド野郎。あ、ここにいますね。オッケーオッケー、近くなってきたなこれ。あとちょっと味方呼んどきます。味方来るまで待っとこう。というかここに書があるんだね。この書結構でかいからね。よし、なんとか味方はついたのかな。OKOK。 さあということで、あとちょっと味方に任せましょうか。僕は急ぎたいと思います。救急車も到着しましたね。さあということで、あ、もう一台のダイヤモンド車両が近くにいますね。よし、あそこにいたね。あれかあれか、見えた見えた。よし、確認できましたね。すぐに車両を止めたいと思います。あの前の車両ですね。前の車止まりなさい。君だ止まりなさい。その車止まりなさい。大丈夫か、これあれだよね。あのトラックだよね。これジュースのトラックじゃない。 OK、 いい感じだ。そこで止まって。さあちょっと味方さん気をつけてね。危ねえやつだから気をつけてね。 OKOK、 いい感じだ。そのポーズいいぞそれ。私もちょっと近づこう、銃持ちながら。大丈夫か大丈夫かこれ。さあということで、まずちょっとね、ドライバーのライセンス ID 聞いといて大丈夫なんかな。これちょっと初めての任務なんで何すればいいのか。そうだわ、忘れてた忘れてた。ちょっと一旦エンジンの木切ってもらえませんか。エンジン切ってね、大丈夫、一旦エンジン切って。オッケー、あー逃げたなこれ。うわ切らずに逃げたな。ダイヤモンド入ってた、ダイヤモンド入ってた。急げ急げ急げ、味方乗るぞ、味方乗って、味方乗って、急げ急げ急げ。ちょ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 、危ない危ない危ない。ちょっと待ってね、これ逆走になってんのか、なんかおかしいなと思ったら。ちょっと待って待って、まずいまずいまずい、行っちゃった行っちゃった。オッケー、急げ急げ急げ。これヘリ呼んどきましょう。オッケーオッケーオッケー。ちょっとぶつからないように行きたいですね。うわやべえぞこれ。めっちゃ逆走してんぞこれ。さあちょっと気をつけてやっていきたいですね。オッケーオッケーオッケー、いい感じだこれ。めっちゃダイヤモンドが見えてるぞこれ。おお乗り上げたね乗り上げたね。うわすごいことしてんなこれ。こっち側に行こう。うわーちょっと待って待って待って、それはまずい、すごい運転だなこれ。すごいことになってんぞこれ。味方がもっといる。
大丈夫かこれ、やばいやばいやばい、そうやばいなこれ、引きそうになってる引きそうになってる、急ぎましょう急ぎましょう、急いで急いで、いやちょっと僕が運転しといてよかったなこれ味方に任せてたら大変なことになってるわ、うわーおやっちまったちょっと待て待て、やっちまったな今の、これどうやって止めるよこれ、ちょっと味方にももうちょっと頑張ってもらおう、うわーすごいことになったこれ、急いで急いで急いで、いい感じいい感じ、降りてこい降りてこい、武器を捨てろ武器を捨てろ、オッケー地面に伏せろ、大丈夫か、オッケー武器は持ってないようだね、おーし、なんとか逮捕できましたね、もうすごいことになったぞこれ、オッケーということですごいカーチェイスでしたね、さあですね、オッケーオッケー、 Y で、回収するんだねダイヤモンド、よしこれでちょっと締めておきましょう、オッケーいい感じだ、あとはですねこれだよねダイヤモンドっていうのは、これかな、あーこれですねダイヤモンドだね、でかいなこれ64カラットすごいな、相当ですねそれ、さあということでなんか、来てくれるみたいですね専門の人が、64カラットだからね相当ですよね何十億ってしそうな感じだけど、あのでかさだから24億ぐらいしそうな、あちょっとやばい信号機壊れたさあということでどうやって回収されるんでしょうか、私にはめっちゃ謎なんですけど、ということでなんかバグってるみたいでね回収に来てくれませんね、なので、私がちょっと普通に回収したいと思います、なぜか回収してくれないのでなんか木のとこにね木の根っこに詰まってて回収できないみたいですね木の根元にねぶつかってて、こんな感じですね、こんな感じでなぜか詰まっててね、ちょこれ完全にバグりましたねまあなので仕方なく終わらせました、さあということで今回はですね、この辺りで終わりたいなと思うんですが、ちょっと前の車だけ調べておきます、これはおかしいですね、怪しい怪しい、君止まりなさい、すごい運転してたよあんな無茶苦茶な運転したらダメじゃないか、さあちょっとこっち側にやっときましょう、で後ろにまだ人が乗ってたんだねダイヤモンド強盗野郎が、ちょ待ってね、さあこれ盗まれた車ですね、はいではちょっとやっていきましょう、手を上げて車から出て車から降りてくるように、武器を捨てて地面に伏せて、 OK もう一人の方も逮捕しないといけないですね、さあもう一人もう一人の人も車から出て、さあ動かないで、 OK 地面に伏せて、よしどっちが盗んだのかわからないんですがね、まあ、それはちょっと気にせずに二人とも連行したいと思います、 OK もう一人も、さあということでですね、あとはちょっと調べておきましょうかね、大丈夫二人とも危ないもの持ってない、まあ車を盗むような顔に見えないんですけどねこれ大学にいる教授じゃんみたいな
大学の教授そっくりなんですけど。さあこっちはどうだ。オッケー、大丈夫だね、2人とも。さあということで、味方をちょっと呼んでおきましょう。Don't be a dick. Just get in the car. Okay, 車の中に乗りなさい。もうちょっと車が足りないのでね、ちょっと味方呼びたいんですけど。なんかちょっとバグってますね。ちょっとバグっててね、味方を読めない感じになってるので。痛い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 。さあ、まあ、特に危なそうなものは入ってないよね、これ。お、味方来てくれたね。オッケーオッケー。じゃあもう一人、後ろの人はね、僕たちが運びましょうかね。さあということで、まあ特に車内には危ないものは入ってないですね。大丈夫だ、回収しておきます。さあということで、盗まれた方にね、戻しましょうかね。うわお、マジかよ、大丈夫かも。ちょ、お前何してんだこれ、なんで逃げれる君。どうしたどうしたどうした、な、何君勝手に降りてんのこれ。びっくりした。勝手にドアが開くんだねこれ、焦るわこれ。入っときなさい君、今さら抵抗しても無駄なんだからね。さあ OK、 入れておきましょう。さあではちょっと早速署の方に帰りたいなと思います。よいしょと。じゃあどうなってんのこれ。おかしいでしょう。お、どうしたどうした、なんかやってるなんかやってる、殴り合いしちゃってますね。ちょ、どうしたどうしたどうした、撃たないで、撃ったダメ撃ったダメ撃ったダメ、手上げて、地面に伏せて地面に伏せて、二人とも地面に伏せて。 OK 大丈夫、撃たれてない、被弾してないか、大丈夫か、動かないで動かないで。味方の人が撃ちましたからね。 OK OK、 ちゃんと、あ、誰か撃ってるな、味方の人が撃ってますね。撃ったらダメ撃ったらダメ、ちょ、殺された。味方の人が撃ち殺した、マジかよ、これやってしまったな。さあということで、ちょっと写真は撮影したらダメだ、早く向こうに行きなさい、写真は撮影したらダメだ、向こうに行きなさい。 OK、 ちょっともう最悪なことになったなこれ、まさかの味方の人が撃ち殺すとは。これ問題になるぞこれ。さあということで、味方の人がね、来てくれましたね。あとはちょっと味方の人に任せたいなと思います。大丈夫かね、味方の人に任せて。 OK 大丈夫だね、ちゃんと運んでくれるみたいですね。よし、ではちょっと僕はね、ダイヤモンド強盗の人を署まで連行したいなと思います。さあということで、今回はですね、この辺りで終わりたいなと思います。こちらのダイヤモンドの人はね、ここら辺の地区で逮捕したので、こちらの署に引き渡したいなと思います。これね、一番でかい署だよね。ロスサントスの中で。さあ、こっち側ですね、行きましょうか。久々ですね、ここに来るの。
オッケー、降りてきなさい。さあ、ということで、ちょっと君どこに行くんだこれ。おい君何してる。謝っても無駄だバカ野郎。さあ行くぞ。ということで、ですね、今回はこの辺りで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょっと最後ら辺がぐたぐたになってますけどね。はい、ではまた次回お会いいたしましょう。そして味方さんがちょっとどっか行っちゃったねこれ。まあちょっとまた次回もですね、味方さんと一緒にパトロールしていきたいなと思います。まだ中にいるみたいですね。だから怖くなって911にかけたのらしいですね。オッケーオッケー。あ、一人で住んでるんだね。誰かが家に押し入ったみたいですね。あ、だから家の中をチェックしてほしいということか。オッケー、任せなさい。そういうことなら任せてくださいよ。それ、僕も独身だからね。